はいどうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラ9やっていきましょうということで、今日はですね、こちら選抜オーダースカウトのね、まあ画面が出ていて、でまあこれを引くんですけど、まあこれをね、ただ単に引くだけだと、まあもう秒で終わっちゃうので終わっちゃうので、まあこれをね、引く前にね、まあもう新年ね、まあ2022年、まあ明けたというところで、まあ8内履歴書あるじゃないですか。で、それのね、ちょっとまあ更新を、まあして、まあ改めてね、まあご紹介しつつ、で、まあね、一応ね、その姉妹校さんが絡むね、選抜オーダースカウトって姉妹校さんがね、絡んできますので、まあね、姉妹校の申請、まあしたければどうぞっていう感じで。まあね、この機会にちょっと更新して、まあ改めてね、まあ新しいね、チャンネル登録者、の方、チャンネル登録してくださった方とかも、いると思うので、まあ改めて自己紹介っていう感じで、はい、この機会に。ではね、画像更新しましたんで、まあまずはね、その履歴書の方が、こちらになりますね。はい。まあ、こんな感じになっているんですけど、まあ、左上から、ね、高校名が飛龍高校。で、これがね、まあ、そうですね、まあ、実際ある学校です、これ、本当に。まあ、飛龍高校ってね、まあ、スポーツが、強い学校ではあるんですけど、まあ、野球がいまいちだよっていうところで、で、まあね、この飛龍高校にして、まあ、上に行けたらいいなっていうね、その考えです。で、飛龍高校、実際に本当にある学校です。で、二つ目が、まあ、監督名、ガノっていうような感じ。はい。で、三つ目の所属地区が、静岡県。これはね、もう本当に住んでるとこです。はい。で、四つ目の、まあ、チーム最高評価が SSS プラス3となっております。うん。まあ、一応ね、SSS プラス3にはね、到達は、まあ、したことがあるんですけども、まあ、実践的じゃないというか、うん。まあ、普段っていうか、まあ、使える、人材ではないので、うん。まあ、一応、評価到達しただけで、まあ、実践的に、まあ、使っていけるメンバーの、その評価は SSS プラス1とか2とか、まあ、その近辺になります。はい。で、まあ、ID は、5つ目の ID は、まあ、書いてある通りで、まあ、それに関してはね、まあ、そうですね、後々コメント欄のところで説明します。うん。で、6つ目、始めた、時期が、まあ、アニメ初回放送の、時です。うん。まあ、僕はね、割と新参者なんで、アニメ勢から、まあ、始めた、うちの一人で、まあ、まあ、他のね、8内動画投稿者の方は、まあ、それ以前から、もうやっているような方が、まあ、ほとんどというか、多分全員そうなんじゃないかな。まあ、8内動画投稿者の中では、まあ、もう、新人だよっていう感じ。うん。っていう感じです。はい。で、まあ、左側がそんな感じ。で、右上行ってお気に入り選手。これはもう動画見てくれてる方はわかると思うんですけど、まあ、1番目、しのくもちゃん、2番目、本庄さん、3番目、そらちゃん、というような感じ。で、まあ、しのくもちゃん、本庄さんに関しては、そこまで差はない。まあ、紙一重でしのくもちゃんかなっていう感じ。うん。で、あともう一つその下が、スキル習得はね、まあ、しません。うん。もうまあ、以前はね、その、時々、しますみたいな感じに、なってたと思うんですけど、もう今となってはね、まあ、しないかな。うん。まあ、そもそもデレストをやる機会っていうのが、もう、ハードワンデレストぐらいしかないし、しかもあれスキップしてるので、デレストやる機会っていうのは、まあ、気が向いたらなんかこう、やろうかなっていう感じですかね。うん。まあそんな感じで。で、スキルは、まあ全然習得しませんよ、というような感じ。で、コメントに関しては、まあこれはね、もう書いてある通りなんですけども、まあまあ先ほども言った通り、まあ ID 見てね、まあ申請、したい方が、いましたらね、全然ね、申請してくれても、いいんですけど、ただね、その、僕のね、そのやるきっかけに、まあ姉妹校マッチだとか、っていうのが、まああったりもしますんで、うん。まあその他姉妹校マッチじゃなくても、別のなんかの企画で、まあ、姉妹校さんの監督名やら、まあ、高校名やらが、見えたり、隠したりはね、ちょっとしないので、僕は。うん。しないので、まあ、そういうのが、出てもいいっていう方は、まあ、申請してくれても大丈夫なのかなっていうね、気はします。うん。まあまあ、その辺ですかね、注意点としましては。で、あともう一つね、その、
以前ね、もう結構前に、その、まあ、姉妹校に、もうなってくれていた、方で、で、ね、たまにね、なんか姉妹校申請が何でもない時に来たりとか、するんですけども、で、姉妹校の申請が、そういう、もう、来次第、その、ログイン日数が一番ね、少ない方、長い方、ログイン日数が一番空いてる方、を、外して、で、姉妹校さん、申請された姉妹校さんを受け入れるっていうね、形にしてますんで、で、それね、以前ね、その、消されちゃったんですよ、みたいな感じで、まあ、言われたことがあったんですけど、まあ、今みたいなことを説明、させていただいて、で、まあ、消されてもね、また申請してくれれば、まあ、いずれ、まあ、そのうちね、ログイン日数、まあ、空いてくる方もね、いらっしゃいますんで、まあそういう方とちょっと入れ替えるっていう形になりますんで、まあそこら辺ね、ちょっとね、ログイン日数特にね30時間以上とか空いてるとちょっとね、まあ起信号かなっていう感じがします。まあその辺ね、ちょっと気をつけてもらえばいいかなっていう感じ。ログイン日数の、ちょっと消されたくないなっていう感じの方は、ちょっとログイン日数、ログイン時間、空き時間、ちょっとその辺をね、ちょっと気をつけてもらう感じでお願いします。まあ、まあ、今更ね、そんなね、姉妹校のね、申請してくれる方っていうのはね、まあ、なかなかいないとは思いますけども、まあ、一応ね、承認枠みたいなのがあるんで、まあ、30枠ぐらいあるのかな。で、そこにあるんで、まあ、申請してきてもらえれば、その枠に入ってくるので、で、まあ、まあね、ログイン日数が空いた、方からね、まあ、外していって、で、またね、受け入れるっていう形になります。はい。まあ、そんな感じでね、お願いします。まあ、適当に、まあ、申請した、したい方は、ぜひぜひね、してもらえればいいかなと思います。はい。ではね、履歴書の方はそんな感じで、で、選抜オーダースカウト行きましょう。選抜オーダースカウトは、もうあらかじめね、もうざーっと見てね、決めました。うん。まあ、以前はね、その姉妹校さんに、ちょっとお願いした部分もあったんですけど、まあ、意外とね、複数にいらっしゃって、ちょっとね、申し訳ないなっていう風に思って、で、選びました。で、こちらの真ん中の方がね、僕個人的にはね、ラインナップがいいなっていう風に思って、監督名、アシュジン2号さんかな？うん、ちょっと読み方間違ってた。すいません。僕、漢字弱いんで。まずね、そのポイントとしましては、まあ、倉敷ちゃんが最も欲しいっていうところ。うん。まあ、UR 倉敷ちゃんね、まだ育ってないので、まあ、その辺もね、ぼちぼち育てていきたいなっていうふうには思っておるんで、で、この選抜の、倉敷ちゃん。まあ、第一希望で。で、まあね、それ以外にもね、近藤ちゃんであったりだとか、ルナちゃんとかもね、トツがね、まだ、貫突してないので、まあ、その突を進めたいっていうのとか、で、あとね、未所持のキャラクター、あかねちゃんと坂上ちゃんかな。この辺がね、まあ、未所持なので、割とね、まあ、欲しい、キャラクターっていうのが、シーンカードっていうのが、まあ、この方のが、一番いいかなっていうふうに思ったので、この方をね、スカウトさせていただきます。では、行きましょう。はい、一回のみです。もう、これで終わりですからね。お願いしますよ。はい、ではね、行きましょう。一回スカウトします。さあ、倉敷ちゃんが出れば、もう大当たりです。さあ、だけどね、タユタユのガチャがあまりにもよろしくないからね、そんなに良くないと思う。さあ、もうシルエットで決定します、これは。シルエットがもう誰が出るかによってですけど、さあ、高梨ちゃんでした。高梨ちゃんはね、まあ、ちょっとね、使う機会が、まあ、ないんですけど、まあ、一応ね、凸を進められるというところで、まあ、いいと思います。うん。まあね、いずれね、その UR の倉敷ちゃんがね、まあ手に入るかもしれませんけど、ただね、4番なんですよね、これ。4番に置かないとダメっていうね、まあ縛りが確かあったんですよね。うん。まあとりあえずね、ほんと、ありがとうございます。うん。まあ倉敷ちゃんではなかったですけどね。うん。まあ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 、その辺はね、もうクリベアとか使っていくしかないんで、まあしょうがないです。はい。っていう感じでね、まあ、履歴書の公開、まあ、更新と、まあ、選抜オーダースカウト、まあ、姉妹校さんのね、組んでいただいたものを、まあ、引かせていただきまして、で、まあ、高梨ちゃんを、当てさせていただいたという感じでありがとうございます。はい。もう、姉妹校の申請に関しては、まあ、冒頭っていうか、先ほどにも言った通りでございます。まあ、まあ、したい方は、していただければなと思います。はい。ということで、今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。